はい、では本日は市場で買ってきました、三島おこぜをさばいていきたいと思います。体表はかなりヌメヌメしてます。でこれをさばいてお刺身にして、で残りは揚げ物にしたいと思います。ここの角がねすごいチャームポイントなんですけど、めちゃくちゃこうしっかりした角で刺さったら痛そうなので気をつけてさばいていきたいと思います。まず頭を落としていきたいと思いますけども、ここの角がですねかなり危ないので、こう入れる感じかな、こう入れて落とす感じかな。非常に硬い骨がですね頭の方にありますね。この辺がちょっと硬いですね。硬いな。はい、ちょっとこの辺の骨が硬かったので剥がさせてもらいました。でこっちが身で、内臓はなんかしっかりついてるんですけど食べれるかどうかわからないんで一旦も全部取ります。卵と、ね、肝もちゃんとついてますね。美味しいんやろうな。この辺がすごいブヨブヨしてて、これが胃袋ですかね。お腹に血合いがあるのでこれも取り除いておきます。では3枚におろしていきたいと思います。よし、なんとか。では反対側も。よいしょ、ちょっと残ったけど、カラ汁とかにしたら美味しいかな。はい、ではあと骨があるのでちょっと見ていきます。取りにくいな。あと血合い骨を取りました。あとはこれを刺身サイズにていきます。はい、三島おこぜの作りの完成です。でこちらはですね揚げていって、でこのアラはお味噌汁にまた入れてもらおうかなと思います。はい、ではおしまいです。